はい、こんにちは、116インズです。今回はワールドシリーズ版33対4ってあるの？ということでやっていきたいなと思っております。突然ですが皆さん、33対4というスコアはご存知でしょうか？ネットでよく使われる野球用語に馴染みのある方であれば、おそらく一度は聞いたことあるかなと思うんですけれども、こちら2005年ロッテと阪神の日本シリーズの4試合の合計スコアとなっておりまして、ロッテが3試合連続2桁得点を挙げるなど、阪神を圧倒しまして日本一に輝いた日本シリーズでした。阪神側からすればロッテにコテンパンにやられてしまいましたので、15年前の日本シリーズではありますが、未だに阪神ファンのトラウマともなっている、そんな日本シリーズとなっています。で、今年の日本シリーズ、ソフトバンクと巨人の日本シリーズも得点の面でかなり大差がつきましたので、もしかしたらこの2005年の日本シリーズを上回るぐらいのスコアになるんじゃないのかと途中心配の声も上がりましたが、結果は26対4で2005年の33対4を上回ることはありませんでした。今年の日本シリーズもなかなか一方的なシリーズとなりましたが、それでもこの2005年を上回れなかったわけですから、それだけこの2005年の33対4という壁は高いんじゃないのかなと思いました。そしてふとこんな疑問が浮かび上がってきました。 MLB のワールドシリーズでこの2005年の日本シリーズ並みに一方的なシリーズは果たしてあったのか、ワールドシリーズ版33対4と呼べそうなシリーズは果たしてあったのか、この点が個人的に非常に気になってしまいました。ということで今回の動画では、2005年の日本シリーズ並みに一方的な展開で終わったワールドシリーズを探していきたいなと思っております。ではまず類似のワールドシリーズを探す上で33対4のポイントというところを確認したいなと思います。まず当然ながら一方のチームが4勝無敗でチャンピオンになったことで、しかもシリーズの得点が非常に大差がついたところがまず一つ目のポイントなのかなと思っています。で、二つ目、負けた阪神はこの2005年の日本シリーズ、シリーズ中一度もリードを奪うことができませんでした。要するに言い訳ができないぐらい一方的に負けてしまったというところですね。で、三つ目、こちらはシリーズ前の話となるんですが、どちらかといえば2005年の日本シリーズは負けた阪神は日本シリーズまでの日程に比較的余裕があって休養も十分に取れていたのに対して、ロッテはプレーオフを勝ち抜いての日本シリーズ、阪神と比べますと日程的には厳しかったわけですが、ただ結果はあのような大差のシリーズとなったと、日程面での有利不利とは全く逆の展開となったこともまたこの日本シリーズのポイントなのかなと思いました。他にも第一戦でのノームコールドですとか、あとは連敗を喫した後の阪神ファンのポジティブなコメントなど、いろいろとネタにされる要素をたくさんあるんですが、今回ワールドシリーズとの類似点を探す上ではこちらの4つのポイントのうち上3つを中心に探していきたいなと思っております。はい、まず最初は一方のチームの4勝無敗に終わったワールドシリーズを探していきたいなと思います。過去に一方のチームの4勝無敗で終わったワールドシリーズは21回ありまして、最も直近では2012年サンフランシスコジャイアンツが4連勝でデトロイトタイガースを下したものが最も直近の例となっています。で、こちらの表にも出ていますが、スコアと書いてあるところがこのシリーズ中の両チームの総得点となっていまして、この中でのシリーズ最大点差は19点、2007年の19点が最大の得点差となっていますので、2005年の日本シリーズの33対4の29点差には遠く及ばない点差となっています。100年以上の歴史を誇るワールドシリーズですが、さすがにこの2005年の日本シリーズ以上に得点の差がついたシリーズは少なくとも一方のチームが4勝無敗で世界一になったケースでは確認できませんでした。というか今年の日本シリーズの22点差すら上回っていませんので、ある意味これだけ一方的な日本シリーズを戦うことができた2005年ですとか、あるいは今年の日本シリーズなんかはメジャーリーグを超えたとも言ってもいいのかなと思います。まあそれはあんまり名誉なことじゃないかもしれませんけどね。で、先ほど軽く触れましたが、4勝無敗で終わったワールドシリーズの中で最も点差がついたシリーズはこちらに出ている2007年のワールドシリーズとなっています。この年のワールドシリーズはボストンレッドソックスとそれからコロラドロッキーズが対決しておりまして、この当時レッドソックスには松坂大輔選手とそれから岡島秀樹選手、そしてロッキーズには松井稼頭選手が在籍しておりまして、日本人選手同士の対決ということで割と注目されたシリーズだったかなと記憶しています。で、この年のロッキーズはレギュラーシーズン終盤14勝1敗という
とてつもない快進撃を見せてプレイオフに滑り込むと、その勢いのままディビジョンシリーズ、そしてリーグチャンピオンシップシリーズを7連勝で駆け抜けてワールドシリーズ進出を決めました。一方のレッドソックスはインディアンスとの ALCS が第7戦までもつれ込んで、 ALCS を突破したのはワールドシリーズ開幕3日前、ロッキーズが丸8日間休めたのに対して、レッドソックスは日程面でかなり不利だったということになりますね。この点は2005年の日本シリーズと近い部分があるんじゃないのかなと思います。ただいざワールドシリーズが開幕してみると、レッドソックス打線がロッキーズ投手陣を圧倒。第1戦レッドソックス打線が爆発して13得点を挙げると、第3戦も10得点を挙げるなど、レッドソックス打線この4試合で OPS なんと9割3分6厘、日程面の厳しさを感じさせないバッティングを披露しました。むしろロッキーズはワールドシリーズまでの間隔が空いてしまって、ちょっと試合感が鈍ってしまったかなという印象も受けるような状態だったかなと記憶しています。このワールドシリーズは当時レッドソックスの守護神だったジョナサン・パペルボンが個人的に結構印象に残っています。この年レギュラーシーズン59試合で防御率 1.85、 37セーブを上げるなど、レッドソックスの絶対的な守護神として活躍すると、ポストシーズンもフル回転して大活躍。ワールドシリーズ4試合中3試合でセーブを上げるなど、一度パペルボンまで繋いでしまえば、あとは大丈夫という安心感もありました。そしてワールドチャンピオンが決まった瞬間の、あのパペルボンの喜びよう、そしてあの表情が、なぜか今も鮮明に思い出せるぐらい、個人的には印象に残っている選手です。ただそうは言っても2007年のワールドシリーズのスコアは29対10、33対4のインパクトを超えることができるものではないと思いますが、では歴史上最も一方的だったワールドシリーズはどの年なのか、今回いろいろと調べてみた結果、アスレチックスとジャイアンツの1989年のワールドシリーズが出てきました。オークランドとサンフランシスコという隣の町を本拠地としたチーム同士の対決、ベイエリアを本拠地としたチームの対決となったこの年ですが、4連戦のスコアはアスレチックスが32対14でジャイアンツを圧倒。しかもジャイアンツ一応14点は取っていますが、第3戦13対3から4点を奪い返したり、第4戦8対0から6点を返すなど、試合の展開があらかた決まってからの得点が中心、いわゆる追いつかない程度の反撃による得点が中心となっていますので、もしこの反撃がなければシリーズのスコアは32対4と2005年の日本シリーズのスコアと随分似通ったスコアになりそうですが、さすがにノーカウントとするのはちょっと厳しいですかね。またこのシリーズ中、ジャイアンツはどの時点においても一度もリードを奪うことができませんでした。この点は2005年の阪神と同じレベルでアスレチックスにボコボコにされてしまったと言えるのかなと思いました。またこのシリーズすごいところが1個ありまして、どの試合も序盤からアスレチックスがリードをしているんですよね。なのでジャイアンツはリードを奪えなかっただけではなく、同点でいられた時間すら短い、それぐらいですね、アスレチックスにこのシリーズボコボコにされてしまいました。で、実際イニング終了時点でジャイアンツが同点だったイニングの数数えてみたところ、なんとたったの3回半、第1戦1回裏の攻防と、それから2回の表、第2戦は1回表のジャイアンツの攻撃終了時点と、3回の表裏、そして4回のジャイアンツの攻撃終了時点と、第3戦第4戦に至っては、いずれもアスレチックスが初回先制して、そのリードを守りきって試合に勝っていますので、本当にわずかな時間しかジャイアンツは同点ですらいられなかったという、なかなか悲惨なシリーズとなっています。ちなみに2005年の日本シリーズで、阪神が同じようにシリーズ中同点だった数も数えてみましたが、合計で5イニングありましたので、この1989年のジャイアンツはある意味33対4を超える一方的なやられ方をしてしまったとも言えるんじゃないでしょうか。ただこの年のワールドシリーズはジャイアンツが一方的にボコボコにされたということよりも、シリーズ中にロマプリータ地震が発生したことの方がはるかに有名かもしれません。第3戦の試合前にマグニチュード 6.9 の地震がカリフォルニア州を襲いまして、ベイエリアに深刻な被害を与えるとともに、ワールドシリーズも10日間中断されるという事態になりました。この地震の影響でジャイアンツの一方的な負けというところはあまり強く印象に残っていないのかもしれませんね。ということで過去のワールドシリーズなども見てきましたが、こうして見ると改めて33対4の壁というところは非常に高いんだなと感じました。当然その圧倒的な点差というところもそうなんですが、スコアも誰もが覚えやすいものとなっていますし、未だに15年前の日本シリーズのスコアを多くの人が覚えているという事実は、それだけ野球ファンに与えたインパクトの強さを裏付けるものなのかなと今回改めて思いました。正直今後このシリーズを勝るぐらいよく
くも悪くも多くの人の記憶に残るシリーズというところはもう今後出てこないんじゃないのかなと今回いろいろと調べながら思ってしまいましたが、果たしてどうなっていくでしょうか。ということで今回の動画は以上としたいと思います。普段は MLB に関する動画を上げていますので、もし MLB に興味のある方がいらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録と、また動画が面白ければ高評価もいただけると大変幸いです。それではご視聴ありがとうございました。Thank you.